面白い生き物紹介。オニイソメって知ってる？オニイソメは、世界中の暖かい海の海底に生息するイソメ科の生き物です。雑食性で、最大3メートルにまで成長する巨大な生き物です。その姿はまるで、空想上の怪物のような見た目をしていますね。普段は、海底の砂の中に、長い体を隠していますが、5本の触覚だけを外に出して、獲物をじっと待って過ごしています。獲物の接近を触覚で感知すると、口から出ている糞と鋭い歯で、素早く獲物に食いつきます。歯の切れ味も凄まじく、獲物が一瞬で切断されることもあります。餌となる動物が、自分よりも大きい場合は、毒を注入し、動きを鈍らせてから捕まえます。オニイソメに生えている剛毛は、堆積物の上や、海底に掘った通路内を素早く移動するために使われます。オニイソメは、水族館や、アクアリウムの中に入れられる、ライブロックにくっついて、しばしば水槽の中に侵入することがあります。夜行性で、普段は砂の中に隠れているため、存在に気づかれず。夜な夜な水槽内の魚を捕食したり、サンゴを切断し、水槽内を荒らしてしまうことがあるようです。そんなオニイソメですが、一部の界隈では、ホビットワームと呼ばれています。これは、1993年に起きた、ホビットさんが、妻に男性器を切り取られた事件が元ネタで、オニイソメは、交尾が終わると、メスが、オスのチンチンを食いちぎってしまう。という俗説から、ホビットワーム、と呼ばれています。この動画が面白いと思えば、チャンネル登録と、高評価をよろしくお願いします。